山陰海岸ジオパークは平成26年9月23日に世界ジオパークネットワークから再認定を受けました。これを受け山陰海岸ジオパークを国内外にさらに大きくアピールするために平成26年10月25日新温泉町夢ホールで山陰海岸ジオパーク国際学術会議湯村会議が開催されました。今回は平成23年から毎年開催してきた国際学術会議の総決算としてジオパークによる地域づくりをテーマとしています。開催にあたり兵庫県の金沢副知事から開会挨拶がありました。ジオパークというのは単に第一に参加することにあってされているというだけで得られることではありません。そうした第一の遺産が本当に私たちの生活の中に生きているか。続いて開催地の新温泉町の岡本町長から歓迎の挨拶がありました。温泉というのは、僕の自然資源を有するこの町は、自然から生み出される再生可能なエネルギーの活用、地づくりの大きな契機となる。エネルギーの地産地消に向けた山陰海岸ジオパーク公認ガイドの福原さんから山陰海岸ジオパークの取り組み状況についての報告がありました。議長公園ではマレーシアからイブラヒム・コモー博士、リサ・キング博士のお二人、国内招待公演では日本ジオパーク委員会から菊池俊夫教授にお話しいただきました。例えばこのコースですけどね、このコースは面白いコースで、基調講演の後の口頭発表では地元高校生の取り組みも発表され、地域のこれからを担う若い力に関心が寄せられました。環境が保全され地域が活性化することにより山陰海岸ジオパークがより身近なものとして感じることができます。上町民と一緒に兵庫県を引っ張っていけるような学校になるために、これからも地域を盛り上げる活動を積極的に行っていきたいと思います。その後のポスター発表ではそれぞれのポスターの前でさらに詳しい活動や研究の発表が行われ、参加者同士も交流を深めました。総合討論ではコーディネーターの三田村教授と4人のパネラーによってジオパークによる地域づくりをテーマに話し合われました。最後にこれまでの山陰海岸ジオパーク国際学術会議の総括が行われ、岩根田島県民局長から閉会の挨拶がありました。取り組み自体が今日の会議でいろんなお話を聞いて決して間違いじゃなかったなと、ジオパークのガイドラインにきちっとはまったね活動ができてるなっていうのは、自画自賛じゃないですけどもね、確認ができたなというふうに思ってます。取り組みを通じて地域のいろんな人たちのつながりができているのを実感しますし、あと、同じ山陰地方でありながら京都と兵庫と鳥取となかなかつながりがなかったんですけども、そこにもいろんなつながりができて非常にいいことだと思います。今回こういうステージに出るのは僕にとっては初めてなのでとてもいい経験になりましたし、今後の活動にも役立っていくものになりました。今回の先生方のお話を聞いて僕たちにない考え方を他の人から聞くことができてとても参考になり、これからの霞高校での活動に生かしていけたらいいなと思いました。